皆さんこんにちは高木あずさです。今日は川口商工会議所の平成26年度の事業計画を紹介したいと思います。川口商工会議所は設立以来一貫して地元企業を元気にし地域経済に役立つ活動をしています。本年度もその基本は変わることはありませんがそれを一層強化するために新しい川口を育む5つの力の推進をテーマに進めていきます。 この5つの力で皆様を支援していきますそれでは各委員長に平成26年度の事業計画について説明していただきますはいそれでは総務委員長の池田さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、総務委員会会ででは商工会議所ののの新しいい川口を育む5つの力というスローガンの中で特に 組織の力、連携の力の強化に重点を置いた活動を展開していきたいと考えておりますより一層の会員サービスを提供したいそのためには会員の増強が重要な課題となります会員が増え、財政基盤が強化されればより質の高い事業が行えるそのようなサイクルを確実なものにしたいと思います はい、そのためにはどのような活動を推進される予定でしょうか商工会議所は行政をはじめさまざまな関係機関との太いパイプがありますまた114人の役員議員青年部女性会など多様な人材が集まっていますこのような強みを生かし内外の連携を強固にしながら事業活動を展開しようと考えておりますさらにはブロック会やゴルフ大会 会員の交流の集いなどを開催して多くの会員の皆様との絆を強くして参りたいと思いますはい本日はどうもありがとうございました続いては広報委員長の田中さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします広報委員会では5つの力のうち提言の力支援の力に重点を置いた活動を展開していきたいと考えています、はい、提言の力では皆様の意見が 国や県市などの政策に反映され企業が活用しやすい環境をつくっていくことを目的に要望活動を展開いたします。市、はい、への力では会員企業の皆様の宣伝広報活動のお手伝いを行っていきたいと思っております具体的には介護士ムーブや駅前のキャスティービジョン等の広報ツールを会員の皆様に活用していただきたいと思っています、うん また、委員会の中に、広報、調査、政策提言の三つの部会を設け、より効果的な活動がなされるように検討してまいります。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて、地域振興委員長の広瀬さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、地域振興委員会は、五つの力のうち、振興の力に注力して、 住みやすい住んでみたいまちづくりのイメージを推進しています。うん、あのそういえばきらり川口商品券というものを発行されてますよね。はい、そうですねえ。地元で買い物をしていただくため毎年きらり川口商品券の発行しています。うん、え川口のお店や商店街のファン作りを推進するための川口街中ゼミナールや川口版まちバルのカーバル、そして、えー、婚活祭の広場なども今年も開催し。 街の魅力をシティプロモーションとして積極的に発信していきます。いやもうそれはすごい楽しみですね。ありがとうございます。はい本日はありがとうございました。いした続いては中小企業委員長の鹿島さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいします。中小企業委員会では振興の力、支援の力重点を置いて活動しております。まず地域経済の活性化のため。 企業に元気になっていただきたいでそのためには経営サポートや企業経営セミナーの開催そして金融支援などを積極的に推進してまいります、はい、支援の方では金融支援や情報提供支援そして一人親方の労災保険加入のお手伝い加えて労働保険事務委託等に力を入れてまいりますはい。本日はありがとうございましたどうもありがとうございました 続いて、ものづくり委員長の石川さんです。よろしくお願いいたします。石川です。よろしくお願いいたします。お願いします、えー。当ものづくり委員会では、振興、連携、えー、支援の力と3つの力を推進していきます。はい、えー。今年は特に海外開発支援や企業間ネットワークの構築に、そしてそれにより新商品を開発をし、新市場への販売拡大を支援していきます。はい。 また、今現在あります川口ものづくりブランド川口いいものブランド認定に加え本年度から職人の技ですとか技術に焦点を合わせ川口いい技ブランドの認定を創設しました、はい、川口市がものづくり産業の集積地であることを PR を全国にしていきたいと思っております。そして現在の技術や 技能を伝承し将来の川口のものづくり産業を担う人材を育成する仕組みを構築をしていきたいと思っておりますはいどうもありがとうございました続いて業務委員長の細野さんですよろしくお願いいたしますはい業務委員会は支援の力を中心に活動を進めてまいりますはい 大きく分けて2つの面からの支援が中心となります一つは企業の経営者の方もそこで働く従業員の方も安心して働くことのできる福利厚生面からの支援ですその一例として生命共欅がありますこれは死亡保障に加えて川口商工会議所独自の入院・ 通院見舞金や成人結婚出産のお祝い金が充実しています、はい、もう一つは簿記や手産販売士等の検定試験を行っておりますがさらに多くの方にスキルアップをしていただけるよういろいろな支援を検討しておりますそしてさらに新規会員向けサービス事業および 収益事業の検討も進めていきたいと考えておりますはいありがとうございましたはい、はい、商工会議所の今年度の活動目標を、えー、紹介していただきましたがいかがだったでしょうか融資を受けたい福利厚生を受けたい、えー、広報 PR などをしたいという方、えー、どんなことでもいいのでお気軽にご相談ください 川口商工会議所をよくく知ってていいただだきどどんどん利用してください商工会議所は地域の中小企業を全力で支援してまいりますご利用をお待ちしておりますこれまでたくさんの事業を紹介させていただきましたが川口商工会議所では、えー、皆様にご協力をいただき被災地への義援金活動に取り組みました現在では 有給機会の、えー、マッチング事業にも取り組んでいます会員のため地域のため幅広く皆様にご支援してまいりますこれからも皆様のご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします